この度は本当に申し訳ございませんでした。現在当社が製造いたします紅麹を摂取することによる腎疾患等の発生問題によりまして、非常に多くの皆様にご心痛ご不安をおかけしており、今回の件が社会問題にまで発展しておりますこと、深くお詫び申し上げます。国内外で弊社製品をご使用のお客様、弊社の原料を使用いただき製造販売されていらっしゃいます皆様、それをお使いになっていらっしゃいます皆様、弊社が問題を起こしてしまいました紅麹に携わるすべての皆様、それぞれに対し言葉に尽くせない大変なご迷惑をおかけしております。まずはお亡くなりになりましたお客様のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。また本件の公表が先週3月22日となってしまったことにつきまして、厳しいご批判ご指摘をいただいております。これらを真摯に受け止め深く反省しております。弊社は今後も入院中治療中の方をはじめお客様や関係するすべての皆様へ丁寧な対応を続けてまいります。加えて今回の事態の全容の解明、これ以上の被害の拡大防止と原因の究明、お客様への丁寧な説明と補償を含めた真摯な対応、品質管理体制はもちろん危機管理体制の改善、それらに社を挙げてまた外部の専門家の知見にもしっかり耳を傾けながら全身全霊取り組んでまいります。この度は本当に申し訳ございませんでした。我々が、意図しない成分の候補の一つとして、先ほど申し上げたグリックアシッドを、我々は今回これじゃなかろうかということで情報としては提供させていただきました。これはどのような人体に影響を及ぼす物質なんでしょうか。こちらについてはまだ我々文献調査等々が追いついておりませんし、正直どのような症状があるのかというのは紐付けておりません。はい。このポベルブ酸の、可能性に行き着いたのは3月の25日の夜でございます。で、3月26日に関係者で研究の関係者でいまして、可能性が高いねという話では落ち着いています。で、それから多数の候補があるというのはおっしゃる通り異性体を含めて可能性があるかなというのは残しておりました。プベルル酸は弱いながらも青カビから生成されるという論文は我々は入手はしております。はい。で、混入経路につきましては先ほども山下が申し上げたように、まださまざまな可能性が残っておりますので、現時点は調査中ということです。